ろ、始まったけど鼻をかむぞ。喋ってると鼻がね詰まってくるんだよね。何なんだろう、鼻炎。よし、ぜ。おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。前回がもうなんかいろいろありすぎたよね。だってシロウくんが刺されて、でそれがオカルト部の誰かなんじゃねえか犯人みたいになって、気まずいなーって思ってたら、なんか理事長の理事長が頭から血流して、なんかナイフ上から降ってきて、あわわわわ、やべやべやべみたいなね。あらすじ下手か。じゃあまあ続きやろう。これ今回調査からだったはずなんでやりましょう。はい、で調査パートスタート。で体育館はきっと入れないんだろうね。はい、ここから先は通らねえぞ。ちょっと中を見たいんですけど。ダメだ、理事長の命令で体育館には誰も入れるなって言われてるからな。それで宮本先生が見張ってるんですか。そうだ、はあ、なんで俺がこんなこと。せっかくの休憩タイムだったのに。あれ吸いたいな。なんでもない。ほら、さっさと帰れ。くそ、とにかく宮本先生がいる限り体育館の中には入れないな。なるほど、まああれが吸いたいと言っているので職員室に行きますか。職員室にあるでしょ、タバコが。これでしょ、タバコの箱だ。これは宮本先生の席。そういえばさっき先生が何かを吸いたいって言ってたよな。もしかしてその何かってタバコのことだったのかな。だとしたら、このタバコを使ってうまく誘導すれば先生を見張りから退かせられるかもしれない。よし、それじゃあ早速。ってあれ、これ中身が入ってないぞ。マジ？あ、中に何か書いてる。これを最後に禁煙だ。口が寂しくなったらあれを吸え。なんだ？なるほど、先生は禁煙をしてたのか。じゃあタバコは違うみたいだ。だとすればあれって一体、キャンディーとか。可愛らしすぎるかな。冷蔵庫の中とかになんか入ってないかな。ああ、見れないか。ゴミ箱とか。位置的に宮本先生。うわ、なんだこれ。何これ。駄菓子のゴミ。駄菓子を吸ってるの。あ、ゼリーで代用してたの。特にゼリーのゴミが多いな。こんなに大量に食べてるなんて。先生はこのゼリーがよっぽど好きなんだな。なるほど。でもゼリーってどっかからもらえたり買えたり、どっか行くのかな。アリスちゃん持ってたりしない？ゼリー。何を話してるんだろう。てかさ、全校集会の時マジやばかったよね。理事長真っ赤になっててマジパリピって感じだった。うん、血とか降ってきてマジビビった。まあ私たちには関係ないからいいけどさ。それね、二人は事件に興味がないみたいだ。ここで話しかける必要もないし放っておこう。そっか、残念。こっちには誰もいない。アリスちゃんならなんかお菓子持ってるかなって思ったんだけどな。オカルト部のメンバーに話しかけるのはちょっと待っておいて、先輩いるからちょっと先輩に話しかけてみるかい。君はオカルト部の。どうもしんのすけから話は聞いてるよ。しんのすけと友達になってくれてありがとう。いえ別に。今仲悪いって言えない。迷惑かけるかもだけど、これからもしんのすけのことよろしくね。サオリなんだよ。あれ、サオリ？サオリだっけ。もう今名前言おうと思ったけど名前を忘れるっていう最低なことをした今。サオリ先輩だっけかな、確かね。こっち、ここなんかあんじゃない、なんかあるんじゃないかい。あー、なんかカップルがデートしてるからこれは最後にして。あんちゃん、
静かのやつ、翼みたいなクズ野郎のどこがいいんだか。え、アンさんは翼くんの本性を知ってるの？まあね、私とあいつは幼なじみなんだよ。へえ、そうだったんだ。翼は昔から可愛い子にしか興味ないし、普通に人で態度を変えたりするからマジ最低なんだよね。私も昔あいつにブスって言われたことあって。え、アンさんが？意外。うん、ま、昔の私はそう言われてもしょうがないかもだけど。って、なんでこんなことあんたに話してんだろう。早くどっか行ってよ。うん、アンさんには過去に何かあったみたいだな。ちょっと気になる。あー、気になるね。私も気になるよ。でもルイ君に話しかけづらいな。でも話しかけちゃおう。ルイ君だ。信之君。ごめん、ちょっと私忙しくて。そうなんだ。ルイ君に目をそらされてしまった。傷つく。普通に今ちょっと泣きそう。つらい。ルイちゃん、ルイちゃんがね、真っ先にね、私じゃないからねって言ったのがちょっとショックだったの、私。なんか誰も疑いたくないっていう方の人かなって思ってたからちょっと辛かったの。でも好き。じゃあこのカップルに話しかけましょう。今週末部活が休みなんだ。どっかデート行く？行く行く。あれは翼くんと静香さんだ。すごく楽しそうに話している。二人の邪魔しちゃ悪いし、ここは話しかけないでおこう。なんだよなんだよ、バカしやがる。あ、でもまあいいや。別に翼くんのこの浮気症具合からは全く嫉妬しないわ。お、あ、うん、いいんだな。この辺は他に話しかけられそうなところ、話しかけじゃねえわ、他に別に調べられそうなところはないか。この銅像とかにはないね。ああ、話しかけづらいよ。キスケだ。やっぱり話しかけづらい。今は声をかけるのはやめておこう。そうだね。シロくんは？シロだ。やっぱりまだ話しかけづらいな。声をかけるのはやめておくか。そうだね。わかるわかる。じゃあ、キヨコさん。キヨコさんだ。ん？何かつぶやいている？ざまあみろ。え？今、ざまあみろって言った？あら、信之くんどうかしました？いや、キヨコさん今、ざまあみろって言わなかった？え？そんなこと言ってませんけど。私がそんなはたしないだって。私がそんなはしたない言葉を使うわけないじゃないですか。そっか、きっと聞き間違いだったのかな。まあこいつにはちょっと裏がありそうですね。教室も他には調べられそうにないかな。理事長室とかになんかあんじゃない？開かないか。あー、開かないか。これ。理事長室の前結構調べられそうだけどね。ありませんでしたね。ここはまだなのかもしんない。ここも別にないかな。困ったね。ここにまちちゃんがいる。まちちゃん。ねえ、まちさん。ごめん、今はまだ話せる気になれない。そっか。これ以上しつこく話しかけるのも良くないよな。辛い。大好きなメンバーから避けられるのめちゃ辛い。ふみさんなんか知らない？ふみさんだ。何か考え事をしているようだ。どうかしたのかな？ふみさん？ごめんなさい。私、今忙しいの。話なら後にしてくれるかしら。ごめん。ダメか。困ったな。
なんかみんなに避けられて悲しくなってきたから、なんか鼻水が、涙と鼻水が。あ、編集の私、今のとこカットお願いします。これは何？似顔絵がたくさん飾ってある。うわ、なんだこの口裂け女みたいな絵。モデル、アン。作、鬼城キスケ。キスケってあんまり美術得意じゃないんだな。あんなにアンちゃんのこと可愛いって言ってたのに、口裂け女になるんだ。かわいそう。ちょっとクスッとしたわ。あ、アブさんとかにお菓子ねだろう？きっとなんか持ってるでしょ。ドッペルゲンガーの事件が起きたみたいね。あなたもいろいろあるか、ペペポシャタイト。あなたもいろいろあるかもしれないけど、ドッペルゲンガー退治の方はしっかり頼むわよ。あ、うん。なんにもない。なんにもないの？あ、わかった。タピオカとか。あ、関係ない。こっちとか、このファンシーショップとかで、何にも調べられない。くそ。こっちにも何も、そっか。別に、びっくりした。別にさ、そっか。原宿といえばお菓子って思ったんだけどな。じゃあ、しんのすけくん？こんなところに来ちゃって。あれはしんのすけくんだ。まだ話しかける勇気がない。声をかけるの。もう、つらい。何にも。ちょっと待って。なんだ、わかんねえぞ。まだ行ってないとこってどこだ？全部行ったよね。あれ、全部行ったと思うんだけど。もういいじゃん、いいじゃん。もうなんかもう吸ってろよ、なんか適当によ。ごめん、もうめっちゃ10分ぐらい探索したんですけど、全然わからん。全部多分見て回ったはずなんだよ。なんか調べられるとこ全部クリックしたつもりなんだけど、全然わからん。ちょっとごめんなさい、ヒント見ます。ヒント1。大量の駄菓子を食べているというところ、いうことはどこかに保管しているかもしれない。どこかに保管しているかもしれない。なるほど。どこだろう。あったよ、もう。最初に調べてたじゃんよ。多分私がクリックする場所が悪かったんだろうな。くそ、悔しいな。あれ、この箱は宮本先生のゴミ箱にあったゼリーだ。そういえば先生、せっかくの休憩タイムだったとか言ってたな。もしかしてこのゼリーを食べたかったのかな。もしやこれを持っていけば体育館に通してくれたりしないかな。いや、さすがにそれは、まあとにかく物は試しだ。持って行ってみよう。そして俺はゼリーを持って宮本先生の元へ向かった。やっと進んだ。先生、これ、またお前か。さっきも帰れって。ドイ、それはどうしてお前がそれを持っているんだ。ここで先生の冷蔵庫から盗んだって言ったらさすがに怒るよな。これ俺もよく好きで、よく学校に持ってきてるんですよ。先生もこれ好きなんですか？中毒なくらいな。よかったら食べます？いいのか、今すぐにでも食べたい気分だったんだ。はい。でもさすがにここで食べてたら怒られませんか？それもそうだな。理事長に怒られるとめんどくさいし。お前、俺がこれを食べてくる間、ちょっとここを見張っててくれるか。そんなんでいいの？もう、ダメダメだな。いいですよ。じゃあ、頼んだぞ。ゼリーあげただけで信頼度が一気に上昇。
絶対職員室とかに戻ったらさ、あいつ俺の盗んでたんじゃねえかってなるじゃん。まさかこんなにもうまくいくなんて。まあとにかくこれで先生はいなくなった。戻ってくる前に早く体育館を調べよう。とりあえず理事長が立っていたステージの方から調べてみるか。オッケー、やっと進んだね。わあめっちゃ血。どっから調べよう。まずこれか、このナイフがいいかな。机にはナイフが刺さっている。大量の血に加えてナイフまで降ってくるなんてかなりやばいよな。これは何？なんだこれ、ビニール袋。なんでこんなところにビニール袋が。それに血まみれだし。お、ん？この血本物じゃない、血のりだ。はあ、なるほど。それにこの袋、一部が溶けて穴が開いている。一体どうして。俺はふと上を見上げた。あれは照明に同じような袋がくっついている。そうか、この血のりが入った袋を照明にぶら下げて照明の熱で穴を開け血のりを降らせたということか。なるほど。これは？机にはナイフが刺さっている。よく見るとナイフの持ち手に何かついてるな。これもビニールじゃない？これはビニールの紐だ。この紐も溶けて切れているようだ。俺はもう一度上を見上げた。あ、照明にもビニール紐がつけられている。本当だね、右のやつだね。なるほど、血のりと同じ要領でビニール紐を照明の熱で溶かしてナイフを落としたのか。それにしてもこのナイフがもう少しずれていたら理事長に刺さっていたかもしれない。今回のドッペルゲンガーは理事長に対して相当な恨みがありそうだな。そっか、じゃあ実際理事長に刺さったわけじゃなくて、理事長が怪我したわけでもなくて、でも血まみれになってパニックになったってことか。血のりっていうと演劇部って感じするけどね。こっちも調べとくか。壁には文字が書かれている。理事長、これからお前の全てを奪ってやる。お前だけは絶対に許さない。必ず殺してやる。これって殺害予告だよな。ってことは今回のドッペルゲンガーの目的は理事長を殺すことなのか。それにしてもこの巨大な文字をあの短時間でどうやって書いたんだ。確か電気がついたら突然この文字が現れたんだよな。壁に何か仕掛けでもしたのか。なんかあるねこれ。なんだこれ。壁の下の方に何かついてる。なんだこれ。おいお前、ここは立ち入り禁止だって言っただろ。これ理事長じゃない？まずい、先生にバレた。すみません、すぐに出ます。おー、キスケくんじゃないの。なんてな。キスケ、どうしてここに。どうしてって、俺も事件の調査に来たんだよ。事件の調査って、あの手紙に書かれてたこと忘れたの？これ以上ドッペルゲンガー退治を続けたらキスケの命も危ないんだよ。シローのように襲われるかもしれない。そんなのもうどうだっていいんだ。え、だってやられっぱなしでこのまま引き下がれねえだろ。だから俺も調査をやるよ。そんなこと言っても。いいんだよ信行、俺あれからよく考えたんだ。犯人は何かの理由でドッペルゲンガー退治を阻止したいんだよな。そこで思ったんだけどよ、犯人がオカルト部のバッジをつけていたのはきっと俺らを仲間割れさせるための罠だったんだと思う。罠？ああ、犯人は俺たちが仲間割れするように仕向けて、これ以上ドッペルゲンガーを退治させないようにしたかったんじゃないか。そう言われるとそんな気もするかも。でもそんな簡単にバッチって手に入るものなの？何より俺はオカルト部に犯人がいるなんて思えない。
みんないいやつだし、嘘をつける連中じゃない。信行だってそう思うだろ。キスケ、ごめん。俺みんなを疑ってたけど、キスケの言う通り、オカルト部のみんなを信じるよ。ああ、きっと犯人はオカルト部とは別にいるはずだ。うん、さっさと事件を解決して、その犯人もとっ捕まえてやろうぜ。そうだね。よし、そうと決まればまずは事件の整理からだな。うん。一瞬でも私がキスケ君、一瞬でもキスケ君のことを疑ってしまった自分がもう恥ずかしいよ。本当にもう、あーごめん。いいやつすぎる。でもきっと闇は抱えてるんだと思うけど、それはきっと絆ストーリーとかで解放されるんだろうな。それはスマホでしかできないんだけどね。まず今回の被害者は理事長で、事件が起きたのは全校集会の時だったよね。ああ、理事長がステージで話している時、突然血の雨が降って、おまけにナイフまで落ちてきて、かなりヤバかったよな。うん。そしてその後、突然電気が消えて音楽が流れ始め、しばらくして電気がつくと壁にこの文字が現れた。そうだったな。一体犯人はどうやってあの短時間でこれを書いたんだろうな。それについてなんだけど、少し気になるものを見つけたんだ。これなんだけど。なんだ、なんかの剥がし残し。触った感じ紙っぽいな。しかも体育館の壁と同じ色の紙だ。確かに。一体どうして。あ、信行、ここ触ってみろよ。接着剤か何かでベタベタしてないか。本当だ。なんだろう。壁に付着した接着剤。それに体育館の壁と同じ色の紙。そうか。何か分かったのか。うん。きっとこの文字はあらかじめ壁に書かれていて、壁と同じ色の紙で隠されていたんだよ。え？どういうことだ？おそらく犯人は電気が消えている間に壁を覆っていた紙を剥がして、いきなり文字が現れたように見せかけたんだ。壁を覆うってことはかなり大きな壁だよ。壁を覆うってことはかなり大きな紙だよな。きっと大きな模造紙、あーん触っちゃった。なんて書いてあった。きっと大きな模造紙をつなぎ合わせて作ったんじゃないかな。この体育館は薄暗いし、全校集会中はみんな壁になんて注目してなかったから、紙が貼られていることに気づかなかったんだよ。なるほど。かなり大胆なトリックだけど、不可能じゃないかもしれないな。じゃあこれで文字が一瞬で現れたトリックは解けたとして、問題はこれを誰がやったかだな。うん。この文字から察するに、犯人はよっぽど理事長に恨みを持っているみたい。ああ。一体誰なんだろう。進みましたね。ああ、先生戻ってきちゃった。おいお前。さっきはゼリーありがとうな。いえ。あれのおかげで少しは元気出たわ。そういや俺がいない間何も問題なかったか。誰も体育館に入れたりしてないよな。はい。そうか、ならいい。ほらさっさとどっか行け。はい。なんで疑わないんだろうね。だって入りたいんすけどって言ってた人がさ、見張ってたら絶対入ると思うんだけど。ちょうど見張りの先生が戻ってきて危なかったな。早く事件の調査を進めようぜ。どう調べていこうかね。あ、ここにキヨコちゃんが一人でいるね。あ、でも結構いい感じだから、次はじゃあキヨコちゃんに話しかけるところからやっていこうか。よし、じゃあご視聴ありがとうございました。次回に続きます。オスピオです。